ズどんなもんや、 もんや。はい、どうも、とこいちです。どうも、とつよしです。まずは京都府のゆきこん、ゆきこんぐちゃんのメールです。突然ですが、ポニョポニョ、ムニムニ、もちもちのように2回続けて言う言葉ってあざと可愛いと思いませんか？私はこれを使いこなせたらめっちゃモテる気がするんですが、テクニックとしてどれぐらい使えばいいと思いますか？また他に2回続けて言うと可愛い言葉ありませんか？教えてください。知らんがな。でもほんまに知らんがなよな。モテるん？俺逆に怖っと思ってまうけど。なんかどういうシチュエーションで使うかやな。ふわ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 だよ。いや、なんかモテるんかもよく分からへんけど、例えば何、何や、二つ続ける、熱々、ギス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 もダメだな。全然思うか。2回続けて言うと可愛い言葉ってこと？そう。いや、もうできてんじゃん、世の中には。そのポニョポニョ、ムニムニ、もちもち、いや、もうだから変なやつしか残ってないんじゃん、もう世の中に。プニプニとかもありやん。プニプニ、はいはい。まあ、その何でしょう、僕らは多分考える気がそもそもないのかもしれませんね。ないわ、こういう、そういう言葉をこう率先して使っていこうとも思ってない。これを使ってモテるわけもないような気もしますしね。そうね、僕らの世代というか、はい、ご自身でちょっとすいませんすいません考えてください、はい、それではどんなもんや始めます。文化放送から全国ネットでお届け中、近畿ツどんなもんや。何でも声のふつおた美人。さあ、神奈川県のりんさんです。先日、関ジャニ∞のライブに行ってきました。ジャニーズメドレーでさまざまな先輩後輩の曲をカバーしていて、キンキさんの曲ではシンデレラクリスマスと頼りにしてますを歌っていました。先輩の曲は先日もカバーされておりましたが、もし後輩の曲をカバーするとしたらどの曲をやってみたいですか？私はお二人のウブラブ、なにわ男子が聞きたいですと。うん、いや、まあ、いろんな話したんですよ。まあ、我々 YouTube のね、チャンネルもあるから、まあ、後輩の曲とかやる時が来てもいいのかねとか、いろいろね話していましたけど、まあ、出演的にやっぱりウブラブとかそういう話が出てくるよね。まあ、関西という、まあ、ほぼ近畿キッズのなにわ男子がいるわけですから、ミッチーのセリフ何でしたっけ、途中で何か言うの。セリフある？ね、今もだよ。だから僕たちは、今もだよ。ね、何が何が全部分からんから、ちょっと何があって今ちょっと思っちゃったけど、多分あれかな、ウブラブでしょ、こう初心なさ、初心だから、こうちょっと時が経ったけど、なんか今もだよみたいな、今も君に対して僕は初恋的な心を持ってるよっていうっていうことじゃない。だから僕らはね、そんなことってある？てーてーって言ったらいいんちゃうの？っていうか、今こうやって言ったけど、予想に過ぎないからね。あ、そっか、そうよ予想で話してるから分からへんよ、前後ね。いや、ここだからやっぱりね、僕らなりに変えていかないといけない、確かにね、まあ、それもある、ね。ずっと離れたくなくて、でもやっぱ言えなくて、ハッとなって、ギュッとなって、ハッとなって、ギュッとなって、ウォーウォーイエちょっと待って、そのウォーウォーイエーはどんな感じ？ウォーウォーイエー。そこ知らんもん、これ。ハッとなってギュッとなってウォーウォーイエー。うん、なんかウォーウォーイエーって書いてある。ウォーウォーイエー。ウォーウォーイエー。最高だ、君の笑顔一つで僕の鼓動をざわめくんだ。そうさ。ねえ、今もだよ。って言うねんて。
ダメくんだ、そうですね、今、うん、ずっと離れたくなくて、でもやっぱいい。まあだから、まあ今言ってたことなんじゃない、きっと、多分ね、うん。いやでもここでもうハッとなってギュッとなってポッとなってシュッとなってとかいっぱい言いたいな全然次行かへんやんみたいな、ガッとなってゴッとなってスッとなってネッとなってって言ってねえ、そんなことってある？ひどいね。うん、まあでもそうね、後輩の曲やるっていうのは、まあ、面白いかな、ゆくゆくできたらいいのかなとかいう話はねちょっとしましたよね、うん、そうやな、うん、そうそうそう、うん、だから名曲は本当にすごく多いんで、うん、その名曲を、まあ、オリジナルというよりかはちょっとね KinKiKids 風にアレンジしたりとかして歌ったりしてもいいかなみたいな話はね、そうね、まあまあ楽しみ、でもやっぱりなんかこうね、ファンの人には思い入れがどうしても強いから、そうそう、うん、思い入れみたいなことを壊すようなことはね、ここがちょっとできないなと思ってねそしたらハッとなって言うな、うん、それ壊すわそっとおもろいけど、そっとなってポッとなって おもろいけど壊すわ、うん、ねえそんなことってあるっていうのを言いたいですもんね、やるんやったらちゃんとやった方がいいかもしれないね真剣に、確かにね、確かにね、おもろいけど、はい、それ、そしてと大阪府のあかねブルーさんですが、なにわ男子の大西流星くんがテレビ番組でジャニーさんは関西ジャニーズジュニアのことを話すときは関西弁を使ってくれると言っていました、うん、さんまさんも関西弁は好きだったみたいと言っているのを聞いたことがあるんですが、私は近畿がモノマネしているジャニーさんしか知らないので関西弁を喋っているイメージがなくびっくりしました、お二人はジャニーさんに関西弁で話しかけられたことありますか？うん、全然ある、全然ある、まあだからなんでやねんとかも言ってたし、飽きまへんがなとかなんかいろいろ言ってありましたけど、そうそう、ちょっと大げさなね、そうそうそう、昔のいわゆる関西弁というか、そうそう、うん、大げさな関西弁、知らんがなも言ってたし、うん、こっちもなんでやねんって言ってたし、どないやねんとか言ってたし、関西弁ちゃうやろ、なんでやねんって、うん、ジャニーさんはねもう昔からその関西やっぱ好きやからね、そう ね, ね、だから、まあ、まあゆかりはある、ね、ゆかりもあるし、うん、だから僕らが東京出てきたりしてても本当最初の頃とかなんてなんか大阪でいろんなことやりたいってずっと言ってはったでしょ、うん、なんかこうテレビ番組とかもそうやし、なんか大阪盛り上げていきたいみたいな、うん、まあ、そういう話もよくしてたから、大阪やっぱ好きやし、お笑い好きやもんね、そもそもね、ジャニーさん、うん、まあ笑いのセンスはねそんななかったんですけども、だから、うん、まだ笑いは好きですけどね、まあ、やっぱ運転中にコンドルが飛んどるってね、うん、混んでる時に言われても、もうそんなやっぱ車内は笑わなかったですからね、一回無視したっていうのが記憶に本当あって、コンドルが飛んどるって言ったんですっごい無視したんですけど、そしたら2回言ってました、受けたかったんでしょう、うん、聞こえなかったのかなと思ったのそれはちょっとすごく覚えてます ね, そうね、一押しギャグだったのかもしれないです、うん、でもこの大西流星君にジャニーさんが関西弁で話してくれることがあったっていう、うん、多分俺らが聞いてる感じと全く同じやと思う、ね、同じやろな、だそれをさ考えるとすごいよね、うん、ジャニーさんって改めて、うん、なんかそのジャニーさんの病室行った時も思ったけどさ、まあ、みんながこう若い子たちもさ、うん、こう来たりしてジャニーさんジャニーさんって話しかけるじゃん、うんうん、なんかその姿を見てるとさ、もう我々だろうが、うん、その若い世代だろうが本当に同じ愛情っていうものをジャニーさんってあげてた人だったんだ、だなっていうのがなんか病室でも感じたから、感じれたね、うん、だからまあそういうことなんだろうな、だから同じ関西弁きっと聞いてたんやろうなって気しますね、うん、ジャニーさんも、もしかしたら大西君もコンドルがトンドルを聞いてる可能性があるので、ちょっと一回今度ねちょっとヒアリングしたいなと思いますね、いはい、ということで何でも声の相田美人でした、いつもたくさんのおはがきほんまにありがとう、キンキキッズどんなもんや、報告します、報告を受けるコーナーです、大阪府美咲さん、朝日緑軒の社長さんがザ・ストーリー・オブ・アスの CD を社員さん全員にプレゼントされたそうです、あらありがとうございます、 CM 出演からつながった素敵なエピソードで、このツイートを見た時ファンの私もすごく嬉しくなったので報告しますということですね、うん、朝日緑軒さんの青汁、もう社員にプレゼントをするのはどうですかねというツイートを
ファンの方のツイートを見た社長から、うんうん、これは素敵なんだからやろうということでやったみたいです。わあ嬉しいですね。ここ全員がね、社員さんも男性も女性も皆さんが、ありがとうございます本当に。CD を手に持って、うん、嬉しいねこういうのね。ね。いやもう本当結構現場で言われますから、青汁おいしいんって。あれ本当に普通にうまいっすよ。青とした味ですね、うんうん、でもそんな臭くないし、ね、全然ね全然、うん、これは本当にありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あと何個ぐらい行きたい？2個ぐらい行きたい？大阪府沢さん、キンキさんのファンクラブ会員特典で届いた年賀状がお年玉くじで当選して3等の切手シートが当たりました。ちなみに3等の切手シートの当選割合は100本に3本だそうです。お二人からのお年玉だと思って大切に使わせていただきます。へえ、すごい。 3等の切手シート、うん、すごいやんか、うん、まあでもすごい確率のものあってたね。ねえ、よかったですね。会員特典です、うん、会員特典の特典がついてきた感じになりましたね。ねえ、はい、うん、北海道、ペットの名前はアミさん。宇宙飛行士の野口聡一さんがテレビでフェラーリに乗ってる人宇宙に行きませんかと言っていました。フェラーリ1台と同じくらいの金額で宇宙に行けるとのことで呼びかけていました。ぜひ光一さんも宇宙行ってみませんか。いやー行かないわ。行けるらしいよフェラーリで。いやフェラーリで行けるわけじゃないのよ。フェラーリ1台分ぐらいの値段で行ける。しかもそれあれちゃう、なんか滞在時間3分とかそういう世界でしょ多分。まあそうかもね。そうそうそう、だって訓練が本来だってめちゃくちゃ必要なものやから。だから多分そういうのも含めてそれぐらいの金額するよってことなのかもしれないね、もしかしたら。うん、まあでもそれでもやっぱ行きたい人は行くねんもんな。いや俺はまだ行きたいと思いませんね。いやもう全然思わへんな。本当に今の地球上の飛行機と同じぐらいの安全性があればそうねいいですけど、うん、まあちょっと行ってみようかな。いやこんなんだってバー飛ぶやん、バー飛んで、あれ鍵閉めたっけなとか思いたくないやん。いやそう、万全の体制で行くよそら。でもバーって火もドーって出て、うわ行くぞの時のあれ、ちょっと家あれ鍵閉めたっけかなってブワーって言ったらもう入ってけへん宇宙も早く降りたなんて。そういう時こそなんかそんなんあるから、うん、うん、って考えたらもういいわ。いやもっと違うこと考えるでしょ。いや絶対なんかこの 極地っていうかさ。いやだからもうさ、それこそね、あれディスカバリー号やったかな、うん、空中分解しちゃったとかさ、あるじゃない。あれもさ、断熱材がちょっと損傷してて、うん、ちょっとだけこう出っ張りとかがあって、うん、その時に地球にこう再突入した時に空気との抵抗で摩擦で燃えて、ああそうなん、熱で大破したっていうね、それが原因っていうふうにも言われてるのね。あ、じゃあもう俺は今の話がよぎるから無理やねでしょ、うん、だそういうことやね。そんなちょっとしたことでかみたいなことって起こるじゃん。なるほど、なんかそれぐらいの世界やから、そう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 、ちょっとやっぱ気軽にはほんまめっちゃ行きたい人じゃないと、うん、そんなんあってもいいねんぐらいの人じゃないとやっぱ無理なんやろな、うん、まだちょっと怖いっす、うん、怖いです。だから宇宙飛行士ね、野口さんにしてもそうですけど、やっぱちょっと尊敬しますよね、うん、皆さんすごいな、すごいですよね、メンタルっていう部分もね、うん、すごいです、うん、はい、皆さんからの報告と前半で紹介する普通のお便りをお待ちしています。メールアドレスは kinki@joqr.net、 kinki@joqr.net までお送りください。いや今日はウブラブでもかける？あ、そうする、ね、あ、じゃあそうしよっか。じゃあウブラブかけましょう。なにわ男子でウブラブです。どうぞ。もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、初めて心がざわめく
始まりなのか、あの子が気になって気づけなかったんだ。君の瞳の行く先が僕だってこと。意地悪それ近い。本音を知りたいのは僕も同じです。何度も見返すタイムライン、恥ずかしいほどホットライン。あ、誰かに見られたらどうしよう。自分ばかりでもバカみたいだ。その責めが合えば夢みたいだ。ハートの傘みたいなんだ。嘘でしょ、奇跡は待ってたんだ。もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、シュッとなってキュッとなって、くだめ磁石みたいにまたくっついて離れて。止まれないんだ。もっとあんな恋がしたくて、こんなはずじゃなくて、シュッとなってキュッとなって、ラブだね。ジェットコースターみたいで息ができなくて、オーマイガー、オーマイガー。恋に暇はないか、何から伝えて、どういうなりたい、神様を手当て、今もだよ。お別れショートポエム、ラジオネーム直淵の母さんからです。小学生の息子に、私が仕事に行っている間にゲームとご飯食べること以外に何をしたと聞いたら、生きてたと言われました。なるほど、それが一番大事だなと母は妙に納得してしまった。うーん、確かにそれもそうやな。こんな時代からよりな、なんかこう考えてしまうようなフレーズでもあるけど、うん、しっかり生きてましたと。まあ息子さんからしたら、まあなんかちょっといろんな意味あるかもしれないけどな。うん、うん、生きてた、まあうん、生きてればなんとかなるっていう、うん、生きてればいいよねっていうね、うん、さあそれでは、お相手はキンキーツの堂本剛と、はい、堂本光一でした。引き続きレコメンでお楽しみください。小石さん、剛さん、ありがとうございました。今若干レコメン忘れてなかったから心配でしたけどね、来週はですね、剛さんが登場いたします。お楽しみに。以上、キンキキッズどんなもんやでした。それではここで一曲、では曲紹介、松田お願いします。はい、ポップ死なないでさんでメデューサ。はっ、持って生まれた才能だ。つーまるとこ毎日しんどいな。つーか中華風連ちっかいな。星三つの言葉望んで。
今もだよ。お別れショートポエム、ラジオネーム直淵の母さんからです。小学生の息子に、私が仕事に行っている間にゲームとご飯食べること以外に何をしたと聞いたら、生きてたと言われました。なるほど、それが一番大事だなと母は妙に納得してしまった。うーん、確かにそれもそうやな。こんな時代からよりな、なんかこう考えてしまうようなフレーズでもあるけど、うん、しっかり生きてましたと。まあ息子さんからしたら、まあなんかちょっといろんな意味あるかもしれんけどな。うん、うん、まあ、生きてた、うん、生きてればなんとかなるっていう、うん、生きてればいいよねっていうね、うん、さあそれでは、お相手は KinKids の堂本剛と、はい、堂本光一でした。引き続きレコメンドをお楽しみください。小石さん、剛さん、ありがとうございました。今若干レコメン忘れてなかったので心配でしたけどね、来週はですね、剛さんが登場いたします。お楽しみに。以上、キンキキッズどんなもんやでした。それではここで1曲、では曲紹介、松田お願いします。はい、ポップ死なないでさんでメデューサ。はっ、持って生まれた才能だ。つまるとこ毎日しんどいな。つーか中華風連ちったいな。星3つの言葉、はあ、望ん